方美人も楽しんでいってください。最初にお送りしました曲は、映画サウンドオブミュージックよりドレミの歌でした。では本日の指揮者を紹介します。当団の常任指揮者松井君雄です。よろしくお願いします。それでは次に参りましょう。2曲目にお送りします曲はちびっこたちに大人気ですね、海賊戦隊ゴーカイジャーです。日曜日の朝放映されていますスーパーセンターシリーズの第35作目の記念作品です。最大の特徴は過去34作のスーパー戦隊とのクロスオーバーで、毎回過去のスーパー戦隊に変身をして戦っているんです。あらすじがね、結構ね深いんですよ。地球を襲う宇宙帝国ザンギャックの艦隊、これを倒すべく立ち上がった平和を愛する今までの34のスーパー戦隊たちが、もうみんなで力を尽くしてこれをやっつけたんですよ。だけどあまりにも相手も大きかったので、この34のスーパー戦隊みんな光になって消えてしまったんですね。だけどやっぱり悪者っていうのは根から消えないんですよね。また出来上がってしまってまた襲ってくるんですよ、地球を。今平和なんですけどね、もうすぐ襲ってくるんですよ。さっき雷鳴ってましたよね。ね、ゴロ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 。で、まあこれを助けたのがですね、ゴーカイジャーなんですよ。ゴーカイジャーはですね、今までのスーパー戦隊の、あの人たちとは違って地球発じゃないんですね、宇宙発なんですよ。まあ、たまたま宇宙のお宝を探して旅をしてたところに地球に来まして、困ってるじゃないかと、なんとかしなきゃいけないんじゃないかと。で、まあ、今までの34のスーパー戦隊たちの魂がですね、助けてくれよ、僕たちの地球守ってくれよ、地球のみんなも助けてくれよ、この愛する地球を助けてくれよ、その心のね叫びに聞いて、ゴーカイジャーが頑張るかって言って、海賊なんですけどね、地球にとどまってこの残虐をやっつけてくれるんです。ちょっと今までと違って楽しいですね。では2曲目の曲です。スーパー戦隊と海賊戦隊ゴーカイジャーです。
ました。これで残虐は去りましたね、多分。私たちで